日本各地に古くから伝えられる民部。働く民衆がその生活や労働の所作、喜び、辛さなどを歌や踊りに込めて作られた地方ごとの踊りです。いろんな道具を使ったりして自分のなんか色に染めて作ることもできますし、もちろん歌の歌詞とかを大事にして踊るっていうこともありますから、こう変化つけながらっていうのをやって喜んでもらえるようにお客様に、まあ、心がけて作品は作ったりはしてます。のの自慢、今回はのの市公民館の民部サークル楽陽を紹介します。民部サークル楽陽は60代から80代のメンバーを中心に8人で活動。毎週火曜日に野々市公民館で練習を行っています。講師の2人に話を伺いました。もう28年越しにかかってますので、あのたくさんいらっしゃったんですけど、だんだんねいろいろとね、このコロナ禍で辞められた方もいらっしゃいますけれど、皆さん本当に長い間一緒に仲良くやってくれてるのがうちは本当にいいなとは思ってます。2人で考えて、あとね、振り付けをどうすることどうするかして、うん、2人いると初心者の人が浮くことがないようになるべくマンツーマンでしてあげれて、長い人は長い人でもうみんなやれる人もおいでるから、それがどこにもないことかなと私たちは思ってます。普段はどんな活動をしているのでしょうか。春から行くと椿祭りとがありまして、で5月6月の頃になってくると、5月からは私たちは金沢市の方 の民謡協会にも入ってるん ですあの踊り流しと、もう一つは出発式ですね、100万石、それもあります。それから秋口、真夏になってくると、ここのさっき言った本当のメインなフォルテのところで野々市の民謡協会として市民協として発表会があるんです。それと11月学びフェストはここお借りしてるので、11月頃になったらそこでもやりますから、だいたいイベントとしては大きいイベントですけどね、5、6個はあります。1時からします。ここ2年、新型コロナウイルスの影響で発表の場が失われていましたが、ようやく今年の12月に出演が決まったそうです。12月の12日なんで、おそらく何もない限りは第6波来なければ大丈夫だと思いますけど、練習もだからね、今までやってきたことはできると思うんで、発表会では野々市市に古くから伝えられる盆踊り歌にアレンジを加えて披露するそうです。やっぱり舞台に立つんなら、やっぱり変わった雰囲気にもしたくて、盆踊りじゃないような形にしたくって、みんなに皆さんに見てもらえるような感じのものを創作舞踊になりますけど、手は一緒ですよ、元手は一緒なんですけど、それを座ったり入れ替えしたりとか、盆踊りだったら輪になって、ほら終わるだけですけど、そこのところちょっと舞台の構成つけてね、やるとこんなこともできるのかなって見てもらえると嬉しいです。少しその踊りを見せてもらいました。
どんな踊りが見られるのか本番が楽しみですね。ここでメンバーの皆さんに話を伺いました。私は子供が手が離れたもので、でもうそろそろ先も見えてきましたので始めさせていただきました。やっぱり運動不足になるので、はい、もう1週間に1回なんですけれども、それが楽しみですね。はい、上手とかやってるとかそんなになくて、先生はいつも笑顔でっておっしゃるので、あ、それなら私にもできるかなと思って、はい、で先生のおかげでこうして続いてます。ダンスとかだとある程度年齢が重なるとね、ちょっと動きが鈍くなったりとかあるかもしれないですけど、民舞はいくつになっても、うん、すごく磨ける部分があって、うん、成長し続けられるのが一番の魅力だなって思ってます。自分も子供とかいるんですけど、やっぱり子供はあまり興味示してくれなくて、でも見に来てくれたりはするんで、少しずつでも、うん、なんか下の世代に伝えれたらいいなとは思います。改めて民舞の魅力を伺いました。若い時は若い時、中年は中年、年取ってきて私たちだねってなりますと、踊り方の変化というかね、そういうのにちょっと気づかされて、うん、それはそれでまた楽しいなと思ってやってます、うん、その土地その土地が根付いたものをまた自分たちの世代でちょっとずつ色変えして使わせてもらったりとかできて、割と縛られないで自由なところが私は民舞の、魅力だと思います。最後に今後の展望を伺いました。できる範囲でずっとみんなと仲良く踊れることが、一日でも長いことを楽しみにやっていこうと思います。趣味の買い出しね、そこら辺はやっぱりみんなと仲良く、それこそ手を取り合って行くのが大事かなと思ってます。久しぶりの舞台では2年間の思いが詰まった力強い踊りを見られることに期待したいですね。